皆さんこんにちは、おかりえです。今日はね、私たち夫婦から皆さんにご報告があります。お腹の中に新しい命を授かりましたねゆっくりゆっくりだね、ママになりました今はね、一般的に安定期って呼ばれる妊娠5ヶ月に入りました。なんか妊娠発覚してから安定期まであっという間だった気がする。どう？うん、あっという間ね。もう妊娠5ヶ月ってことで、結構ね、妊娠生活慣れてきたかなっていう気はします。で、お腹もちょっとね、出てきてね。わかりますか？お腹どう？ちょっと出てる ね。そうそうそう、うん、なんか最近だよね、結構お腹出てきたのね。うん、そうで、特に食後なんかはもう本当にお腹パンパンに張ってね、苦しいとか言って言ってちょっと体が重くなってきたかなっていうのでね、実感が湧いています。で、本当にね、病院の検診行くまでの期間がやっぱり 2,3 週間ぐらいあると、赤ちゃん元気に成長してるかなっていう風に不安になっちゃうんだけど、エコーを見てもらってる時もすごいね、ドキドキしてるんですけど、あの毎回ね、検診の後にマー君お仕事で一緒に来れないけど、うん、今日検診どうだった、大丈夫だったっていうのをね、うん、もうすぐにね、そう連絡くれたりして、で、赤ちゃん元気に育ってたよみたいに言ったりしてね、こんな感じで赤ちゃんの成長をね、すごく楽しみにしています。はい、でもマー君はすでに母性本能が爆発してもうさ、もともとね、ワンちゃんをね、すごく可愛がってたけど、もう赤ちゃんできたってなってから、なんかこうパパになるっていう自覚がすごく芽生えたのかもう溺愛してるんだよねもうすごい抱きしめて、うーんってやってるねね、毎日何回もワンちゃんを抱きしめてね、いいパパになるね、うん、これからね、家族が増えますっていうご報告でした、うん、どう？パパになる実感ある？まだないよまだないまだわかんないか、うん、どうだろう、だってさ、病院も今さ、コロナの影響で診察室に入れないから、うん、エコーもマー君はまだ一回も見てないんだよね、うん、そう、それがね、ちょっとね、残念だなって思うけど、いつもね、その検診終わったらすぐにそのエコーの写真を私が撮ってね、LINE で送って、うん、ね、おーすごいとかね、やったーとかってね、うん、喜んでくれてんだよね、うん、どんなパパになりますか？え、いや、子供のために生きてきますよ、うんうん、もう待望、待望ですからね、うん、物欲も何もないし、うんうんうん、子供欲しいのが一番だったから、うんうんうん、楽しみだね、本当にね、うん、赤ちゃんができて生まれてって、どんな生活になるんだろうって、本当に初めてのことだらけでね、うん、今のこの妊娠生活もどんどん体の変化があるし、まあでもね、ベビーグッズとか見たりしてね、うん、ベビーカーとかベビーベッド見て、こういうのいいなとか見るのもすごく楽しいしね。で、マー君もね、やっぱり妊娠発覚してからすごくより一層ね、お家のこと、お皿洗いとかさ、うん、やってくれるようになって、周りのサポートがあって穏やかにね、毎日過ごさせてもらってますお仕事の方もね、会社の方にいろいろとね、サポートしてもらいながら、割と今まで通り続けています。で、今月末に銀座三越でね、ポップアップのイベントがあるんですけど、それはね、ちょっとぽっこりお腹になっているかもしれないんですが、店頭に立ちたいと思いますのでね、ベイビーちゃんと一緒に、ね、皆様のお越しをお待ちしております。ちなみにマー君もポップアップ一緒に来てくれるんだよね、うん、そうそうそう、ということで家族みんなでお待ちしてます。まあちょっとね、体調がね、うん、その時大丈夫だと思うけど、うんうん、少しね、座ったりとか、ちょっとそういう部分はあるかもしれないですけどね、ね、万が一というかね、何があるかわからないので、うん、もしかしたらその体調面でね、その店頭に立つ時間がちょっと変更になっちゃったりとかする可能性もあるんですけど、そういうのはちょっと随時ね、うん、あのインスタグラムとかツイッターとかかな、うん、リアルタイムでお知らせしていけたらいいなと思います。ママになる、パパになる、うん、
よくお兄ちゃんになるよ。ね、赤ちゃんお姉ちゃんになるよ。ね、自分の幸せよりね、うん、もう人の幸せ自分はいいから。素敵って感じです。あら、優しいパパ。ということで、ちょっとね、いろいろと実はね、その妊娠発覚して初めてマー君に報告した時の動画を隠し撮りしてたりねしてたので、またいろいろとね、その性別発表とか妊娠生活のこととか YouTube で発信していけたらいいなと思いますので、皆さんぜひ今後とも YouTube 見てくださったら嬉しいです。ということで、最後まで見てくださってありがとうございます。これからも私たち夫婦をよろしくお願いします。バイバーイ。皆さんこんにちは、おかりえです。今日は私たち夫婦からね、皆さんにご報告があります。待って、泣きそう。ちょっと待ってね。ね、この度やり直しです。サファリーだ。さっき取ってきちゃったんだよ。なんで取るのよ。マー君が指輪をつけ忘れていました。ね、NG 集だね、これね。なんで取るのよ、もう。涙引っ込んじゃったよ。よし。